小月湾は、宮城県石巻市にある、太平洋に面した湾。小月湾周辺の空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成小月湾は、三陸海岸南部に位置する湾で、旧小月町白銀崎とお鹿郡小永川町、出島北端を結ぶ線、小永川町犬坊崎から82度に引いた線を呼び、 陸岸に囲まれた海域を範囲とする。湾口幅 3.01km、面積19.82平方 km である。ホタテかきホやわかめなどの養殖が盛んで、中でもホタテの水揚げ量は、宮城県一を誇る。小月湾には、大浜、立浜、伊勢畑、小島、唐桑、水浜、波板の7地区があるが、 いずれも沿岸旋回型漁業が盛んである。各地区の場所は四方石の薪を参照。小月湾は古くから月の裏と呼ばれており、その起こりは征夷大将軍である。坂の上の田村麻呂によるエゾ討伐の頃と言われいる。湾王には慶長年間に ハセクラ常ねながら一行がローマに行くために乗船した施設船であるサンファンバウキスタ港の建造地があることで有名である。金銀島探検報告によると1611年11月23日にイスパニア大使であるセバスチャン・ビスカイノはオガツ湾にあるオガツ港に入港し、 世界中最もよくまた一切の風より保護せされ、まだ発見されたことのない良好と激昇し、レムスと名付けたとある。大正時代には軍艦の入港が見られるとともに、湾内の地形や自然条件から大正船舶の停泊、避難に利用されていた。1933年に三陸地震津波で大きな被害を受けたが、その後復興が進み、遠洋、近海、 沿岸の漁業基地として、また、小月地域の特産品であるスズリーや、スレート製品の積み出し港として栄えた。東日本大地震の大地震及び大津波により、湾内の施設は甚大な被害を受けた。ABC 環境省閉鎖性海域ネット2020年12月12日、閲覧。AB、小月湾。公益財団法人国際 MX センター。 2021年9月10日閲覧。ABCDEFO 月号、宮城県公式サイト2020年12月13日、閲覧。日本歴史地名体系第4巻宮城県の地名1987年7月10日、初版、平凡社発行630ページ。角川日本地名大辞典4宮城県平成3年9月1日。 角川書店発行136ページ。ありがとうございます。